の駅田野浦肥後浦にやってきました。肥後浦ら、ちょっと滑舌悪かった。さあさあさあ、ここもなんかいいものがたくさんありそうだよ。こんにちは。こんにちは、駅長さん。あら、こんにちは。はい、よろしくお願いします。みかんの他にもね、柿とかいちごとか、いちごが今日ね、もう出始めなので。綺麗ですね、つやつや、美味しそう。やっぱりフルーツたくさんありますね。キウイなんか珍しいんですか。本当だ、キウイも、アシキタで取れたキウイですか。そうなんですよ。キウイもあるんです。知らんかった。ですよね。しかもこんなにたくさん入って200円。まあ、お帰りによかったらね、はい、お得。青森のリンゴもありますけどね。青森のリンゴもあるなぜか青森のリンゴもある。おすすめということで、今日から発売なんですけど、はい、おスイートスプリング。スイートスプリング、ね、聞いたことありますよ。そうなんですよ。青いけどね、甘いんですよ、はい、美味しそう。これ今日からなんですか。今日から発売。じゃあまさに今が旬ってことですよね。今からですね。ちょうどね、タイミングよくね切ってありました。準備しててくださいましたよね。いやちょうどよかった。ありがとうございます。いいね、ちょっとじゃあいただいてもいいですか。はい、どこで食べますか。ここでもいいですか。いいですよ。じゃあ特別に。特別に、じゃあ。じゃあ持ってきましょうか。さん、はい、これをこのようにまっすぐ持っていただきます。ありがとうございます。はい。綺麗。あ、ちょっと。これが食べやすそう。見て、綺麗ですよ。ツヤツヤ。いただきます。はい、どうぞ。うん、うまい、うまい、おいしいですよね、うん、すっごい果汁がたっぷり、ね、いやー、おいしい。そしてこの気になりますけど、こちらのジュース、これはね、はい、田野浦といったらね、丸太の甘夏、甘夏、日本一の甘夏なんですけど、はい、それを絞ったジュース、100% 甘夏のジュースです、ね、こちらもじゃあ甘酸っぱい感じですか。そうですね。そして芦北といったらね、はい、あの山と海とあるんですけど、うん、ありますよね、こちらがね、芦北の海産物コーナーになります。たくさんあるですよね、はい、ちりめんに、たちうおにね、ちりめん、はい、たちうおの浜焼きとかまた美味しそうですね。田野浦といったらね、金鉢が有名ですけどね、はい、ですよね、はい、まあ、そういったのの加工品。一番売れてるのこう天草。何ですか天草って。ところてん。ところてん、うん、夏場はもうね、すごく売れてます、ね、え、待って待って、これ食べ物。あら、ところてん知りません。ところてんは知ってます。ツルツルって食べれるんですよね。だからこれを煮立てて、はい、で固めたのがところてん。ところてん草なんです。そうなんだ、そうなんです。知らんかった。ところてん海の草なんですよ、はい、なんか食物繊維たっぷりという感じですね。これが一番売れてるんだ。これと、まあ、これ当店のオリジナルのね、ところてんで、はい、まあ、作り方まで書いてありますけど、もう夏場はね、ところてんだらけです。うわー、これちょっと新発見なんですけど。まあ、自分で作ってね、機械があったら自分で作ってね、食べれるんですね。これだけだったら、大量じゃないですか。すごい、すごいよ、うん、いっぱいできます。美容と健康にも良さそう。海からのまあ、よろしかった。はい、皆さんもぜひ遊びに来てください。